茶の木の栽培に適した土地を選んだら、次は品種の選択。茶園の開墾、茶の木栽培です。引き続き、茶の木の成長に最適で、水土保持が可能な茶園を作る方法をご覧ください。画面のボタンをクリックして、推奨する方法をご覧ください。茶園を開墾する前に、まず栽培する茶の木の品種を決定し、必要とする苗を購入し、下準備をします。一般的に、茶の木の繁殖方法は、種子繁殖、取り木繁殖、挿し木繁殖、接ぎ木挿し繁殖の4種に大別されます。種子繁殖は、おしべとめしべの受粉により、結成する種子で繁殖させる方法です。取り木繁殖は、茶の木の枝を湿った土壌に植え込み、根が生えてから親株と切り離して新しい株を作る方法です。挿し木繁殖は、茶の木の栄養器官の一部を取り、柔らかく湿った土壌に挿し、再生能力を利用して根の形成と発芽を促進し、新しい株を作る方法です。接ぎ木挿し繁殖は、まず接ぎ木を台木に継いでから土壌に挿し、再生能力を利用して根の形成と発芽を促進し、新しい株を作る方法です。現在台湾では主に挿し木繁殖を採用しています。挿し木繁殖は、不純物を含まない弱酸性の土壌を使用しなければなりません。切り取った茶の木の枝をこの土を入れた黒いビニール袋の中に挿し、高さ約2メートル、遮光度 70% の遮光ネットを設けて苗に日光を当てます。同時に水分が急速に蒸発しないように適時に遮光ネットをめくり、苗のハードニングにより挿し木苗の根付け率を向上します。苗が順調に成長したら、約10から12ヶ月で定植が可能です。この繁殖方法のメリットは、茶の木本来の良さを維持できることです。茶園を開墾する場合、優先的に平地の茶園を選択することをお勧めします。高深は約60から70センチとし、貯水と排水措置を完備し、茶の木の成長が滞らないよう配慮してください。傾斜地を開墾する場合、水土保持作業を確実に行ってください。茶の木の植え付けには、毎年11月から、翌年3月下旬までの期間が最適です。雨が降った後、気温が下がり、土壌が湿った時が良いでしょう。茶の木の上間は、150から180センチ取ると、作業に便利です。株間は40から50センチとし、全体的に1ヘクタールあたり1万2000から1万4000株を基準として定植します。この他、幼木期に雑草管理をして、養分が雑草に奪われないように注意してください。ただし、除草の際に、茶の木の根茎を動かさないように注意してください。一旦根部が傷つくと、茶の木の正常な成長が妨げられる恐れがあります。台湾の茶園は各地に分布しますが、ほとんどが傾斜地にある上、近年、高地の茶園の面積が増大しているため、茶園を開墾する場合、水土保持を確実に行う必要があります。これから、テーマ別に水土保持の方法をご紹介いたします。方法1、排水口の設置。茶園の刺繍に、排水口を設置すると、山津波や排出不能な雨水の茶園流入を防止することができます。さらに、両側の地形に沿って
排水溝を設置して水を排出することで、土壌の大量流出を防止することができます。方法2、階段式茶園。斜面で適当な間隔をとって、等高線に沿って複数の段を設けます。雨が降った時に斜面を流れる水の速度が低下し、土壌が削られません。方法3、防風林設置。茶園周囲の風を受ける面に防風林を設置すると、風速が低下し、強風による茶の木の損害、土壌の損失が減少します。例えば、茶園に通常北風が吹く場合、茶園の北側に防風林を設置します。方法4、カバープランツ、またはマルチング。カバープランツとは、茶園の畝間を利用して、緑肥作物栽培や早生栽培を行い、雨水による土壌や肥料の流出を軽減する方法です。緑肥作物は、以後、茶の木に養分を与えます。もう一つの方法は、マルチングです。非生物の物体で、畝間の土壌を覆います。雑草の生成を防止し、水分の蒸発も軽減することができます。方法5、等高線耕作法。斜面上の等高線沿いに茶の木を植え付けることで、水分の土壌浸透を促進し、貯水作用を達成します。また斜面の渓流を抑制し、土壌の浸食を軽減します。これまでの紹介をご覧になり、水土保持の方法を一通りご理解いただけましたか？茶園の開墾と茶の木の植え付けは水土保持が必要です。